8月19日土曜日と20日日曜日の2日間にわたり RBW 初のファミリーコンサート RBW2023 サマーフェスオーバーザレインボーン坊の日本公演が東京ガーデンシアターで開催された RBW 初のファミリーコンサート日本公演写真14枚 RBW2023 サマーフェスオーバーザレインボーン坊日本公演には B1A4 ママムープラス、オーマイガール、ブロマンス、オンフ、アイズワン出身のイチェヨン、オネウス、オネウェ、パープルキス、ミライ少年、ミライ、RBW トレーニーニュー ID まで、RBW、WM エンターテインメント、DSP メディアに所属する全11組総勢47名が参加し、多彩なステージで観客を魅了した。 ボーイズプラネット出演ヒロト所属のニュー ID が初のお披露目オープニングアクトにはオーディション番組ボーイズプラネットに出演し人気を得た日本人メンバーのヒロトを含む5人の RBW 所属の練習生たちで結成されたニュー ID が登場この日がチームとして初のお披露目ステージとは思えないほど息のあったフレッシュなパフォーマンスで会場を沸かせた本編最初に登場したオネウスは 力強いダンスと圧巻の高音が印象的なカムバックホームで華やかにスタートを切ると最新曲イースミーではダイナミックなダンスブレイクで盛り上げる。皆さんを韓国旅行に連れて行く曲ですと紹介した後に披露したのは韓国の伝統楽器の音色とメロディーラインが特徴的なリト。扇を使った幻想的ながらパワフルなパフォーマンスで観客をオネウスの世界に引き込んだ。 5月に膝を負傷したソホは一部着席してのパフォーマンスとなったが、ラストのノーディッキティでは花道の先のステージに一緒に移動しダンスを披露。5人の完全体での全力パフォーマンスが楽しみになる時間だった。続いて登場したのは、リーダーの樹クが怪我から完全復活した7人組ボーイズグループの未来少年、未来。7月に発表したばかりの新曲、ジャンプ。 の日本初パフォーマンスからスタートすると、ポップなグラフィティ映像にぴったりの楽しいパフォーマンスで観客のテンションもアップ。ジャンプと同様に日本では初披露となった、ガールは、思わず体を動かしたくなってしまう軽やかなリズムに乗せて可愛らしい恋心を歌った楽曲で、夏の暑さを忘れさせてくれる爽やかなメロディーが心地よく響いた。ラストは、 中毒性抜群のサビの掛け声を練習してからスタートした「マーベラス」のポップでパワフルなパフォーマンスで会場が一つに。見ているうちに思わず笑顔になってしまうそんな未来らしいステージで楽しませてくれた。